こんにちは、デコラジ担当かなめちゃんです。9月になりました。9月の今日は2日です。学校も無事始まりましたね。それで今日はですね、どこまでできるかわかんないんですけど、これはちょっとカップケーキ、モンブランっぽいカップケーキなんですけど、これのニョ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 って巻いたモンブランタイプを作っていきたいかなと思います。ちょっとこれは、ちょっと赤っぽく見えるけど、梅干しの種って言われた。これちょっとレジンかけてるんですけど、これのこんな梅干しチックな感じなんですけど、これが、マロン。そして、こういう感じの、土台を作っておいて、私、これね、硬いオーブン粘土を、ブニュブニュって、ラーメン状にするやつの、このバージョンしか持ってないので、これで、このね、ここ開けて、まあね、ニンニク絞りみたいなのも欲しいけど、まあ、道具を、持ってる道具を使えよというところで、これでニュ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 ってワインのこう線を当てる方式のやつね。これで、ラーメン状にして、やるというところまでできればいいなぁ。どうだろうな、できるかな。まだ生地も作ってないんだけど、生地作ってねえのかよって思ってね。はい。じゃあ、土台をちょっと、これはカップケーキっぽいんですけど、これチョコレート色っぽいんですけど、これ樹脂。今日はね、ふわふわパフィンの、めっちゃちょっと、チョコレート色のふわふわパフィーと、クッキーのこの色のふわふわパフィー、軽量樹脂粘土、驚くほど水に強い。これを使って、喋り方が何とかしてくださいって言われてる。すいません。ニュートをお願いいたします。それでですね、これさ、ちょっとしばらく使ってなかったので、もうこの中で、なんか生チョコ状になってるではないですか。ここめっちゃ生チョコっぽくない？これ。ここなんか生チョコ、ほら。生チョコ、ん？ほら。気持ち悪い。これ生チョコにしよう。何も手を加えず生チョコみたい。それがね、スプラトゥーンの、スプラトゥーンにハマってて、レベル30まで来ました。それでレベル30まで行ったんですけど、手がすんごく痛くて、もう、これなんかいいね。これ、生チョコ。これ、どうするの？これ、どうする？これ、寝れるかな？寝れるかな？ものすごく、チョコレートの匂いはしなかった。めっちゃ、すごく、こう真っ赤になってるでしょ、指。これは、スプラトゥーンの操作をするときの、押す指の力が強すぎて、ものすごく腫れてるんです。いや、もともと腫れてるけどね。変わんねえじゃんか、みたいな。ひど。それで、どうすればいいんですか？それね、喋らないでちょっとやる。喋ってるから遅いんですよ。喋ってなくても遅いけどね。で、あ、しまった。何がしまったかというと、残りのものを混ぜてしまったんだけど、あ、なんかいい感じのマーブルになってる。この親指を使うから、ゲームばっかりやってると、どうだろう。あ、でもなんかゲームばっかりやっててもいいのか。ちょっと待ってください。本当に手が痛い。本当に手が痛い。親指が、本当に粘土練り器が欲しい。
あ、なんかゴミがいっぱい落ちてきてる。どうしよう。白っぽいゴミが入るんだよな。お、なんかめっちゃチョコレートな感じ。この型がいい感じですね。これはね、これ多分、あの樹脂粘土。これ軽量樹脂粘土なので、で、これは、カスみたいに見えるけど、ん？何個できるかな？なんか爪に入って気持ちが悪い。何個できるかな？スプラトゥーン、ちょっと慣れた。ローラーで色を塗っていくやつのローラーがちょっとできるようになった。とかね、銃撃つのが下手でね、死んでばっかりなのよ。でね、慣れてるところといろいろ戦う場所がね、慣れてるとこと得意じゃないとこと得意なところとあるので、え、今日は何を作ってるかというと、チョコレートっぽいんですけど、なんだっけ、モンブランです。まだモンブランのもの字もなってないかな。これでテキテキにして。この方は、なんだろうな、レジン？なんかの方を、かたどって、なんかピンクの方だった。はじこさんのことかな。これをちょっと薄めに、ああゴミが入ってる、ちょっと薄めにした。こうやるとカップケーキなんですけど、こうやるとちょっと厚みが何薄い感じ。もうちょっと閉じてもいいけどね。やっと夏休み終わった。長かったね。長かったね。1、2、3、4、5。どうする、こんなに作って。これちょっとこの色とちょっとこれ切ります。このさ、ビスケットの生地っていうのはさ、めちゃくちゃこの、ここ固まってるよね。固まってるけど、ハサミで切ろう。さっきのあれみたい。生チョコ。もしこの色がこの
栗の色が赤っぽすぎるとしたら、また乗っけた後に色をつけようかな。そんでもって今日はちょっと茶色の黒の砂でもよかったな。ちょっと待って、もうちょっと黒でもよかったかな。ちょっと爪が薄すぎたかな。あ、待って、ここね、今日ねここにペーパー引いてないんですよ。なんかそこの辺にあったのもちょっと、これはいいけど馬みたいにペトッと置いたらダメだ。爪が伸びてるから爪の中に。でも意外と混ざったね。いいんじゃない？なんかこうアイスクリームみたいになってるね。残ったらアイスクリームに使おうかな。よっしゃ、じゃあこれはこのくらいの穴、何ミリ？1ミリもか。それとも汚ねえな。汚ねえ。こうなんかうんこみたいになってる。すいません。すいません。ちょっと全部は入れきれないと。こんななんかめちゃくちゃに適当に入れて。そしてこの中もう見えないね。よし。そしてここをコロコロって回して、蓋閉めるんですよ。今上に上がってたから蓋は閉まって。まだね、あ、ちょっと待って、まだねって言いながらじわっとこっちから。ほら、なんかモンブランチック。そんで、蓋をやっと閉めて、あとここを、どうする？店、ここをこう回していくと、こっちから、ねどこに置きます？ちょっと待って、これあらら、あらら広い、バラバラに落ちちゃった。どういう風にしたいかというと、私の理想的なやつはこう折りたたまったやつが好き。折りたたまったやつ、こういう感じのやつや。だからこうだね。あ、何やってんの？こうです。意味分かってもらう。ラーメンみたいな。なので、これ接着しといた方が無難だよね。開けるのが大変で、公用ポイントがちょっと近くにあるので今この辺にあるやつで止めました。そしてその辺にあるやつで、もう今日本当に何も持ってきてないんだけど、どうする？本当に、あ、じゃあこの木、ここにね、ちょっと落ちちゃうと思う。栗がでかすぎたかしら。こういう感じで、これが出そうでございます。よし、じゃあこれで理想でございます。なんかこう渦巻いてるのってあんま好きなのよな。渦巻いてるのを作ってみるか。じゃあちょっと待ってくださいね。失敗
が許されないではないですか。ここにもうつけちゃうと。こうなんか、中に入ってるゴミが、こういう、ゴミをなるだけ内側に隠しながら、より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 しちゃったんですけど、どうするかな、わかんない。よし、そこに、この、あ、待って待って、これもくっつけないと、ちょっとはくっつこうとしているけど、完全にくっついてはくれてないので、そして、おお、なんで爪で元気しちゃったの？じゃあこのツヤツヤしたやつをつけてみよう。ジョーン、横向き、ほら、手にガンってつけちゃったところ。元気出していこう。あ、これぐらいしか出ないんですか。どうしよう。じゃあ今ので結構どうしよう。なんかこうタルトっぽい感じの、こういう感じのを乗せてみる。なんか砂っぽい、砂っていうかしら、ねじった。これは樹脂粘土で前作ってたやつの。よいしょよいしょ。それにこれをちょっと、そしてここに、おいちょ、そしてこれ、ほら、まあこんなもんだ。よいしょ。キュー。もう反対からよく。そしてこれは、キュー。慣れたらこれの方が力はいらないよね。力ね。よいしょ。あとは、まあね、この先っちょも付け替えるやつはいっぱいついてた。そしてここ、こうくるくるってしていくと、下からこう。全然力入れずにくるくる回してるだけでラーメン状態。どうしようかな、これ。お、今圧力でビューって出てきてる、じわじわ。これ、中でこうカラカラになった粘土が出てくる。粘土が出てくる。こう折りたたんで、こう折りたたんだ感じのを。こう、よいしょ、ラーメンって感じの、これでちょっとゆるくしたの。倒れてるんですか、本当に。これちょっとねじろ、ねじって。ラーメンっぽくなっちゃうかな。ちょっとこれ失敗かな。
その上からその上からもう一回これをかぶせてごまかす。どうですか？ごまかしきれませんでした。こんな感じ。まあいいか、まあ、自分のだからいいか。そしてジョ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 つけて、ちょっとふにゃんふにゃんふにゃんとして、これどうするかな、横に巻いちゃおう、横に巻いちゃおう、ここにちょっと巻いてみて、よいしょ。そしてトッピングの、ほい、真ん中に塗ってないけど、お、なんか全部違う感じで1個も同じだし、これで2個できるかな。本当に手が痛くて粘土が寝れないんだけどな。これをこのくらいよ、このくらいをここに入れて、ほりほりほり、ピュン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 。本当にね、使いこなせば、これ本当に音が嫌い。そんでもってここをくるくるくるってするとこっちから出てくる。くる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 。ほりゃ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 。ん？ここから出てきてる。ラーメンみたいに。一つはこういう感じで、うん、いいんじゃないの。よし、これで2個、これで2個作ろう。こう全ブシュって言わないように出しとけよって感じ。ブシュって言わないように出しとけよ。よっしゃ、これをこういう感じでラーメンマンみたいになってる。ん？ちょっとここにつけるか。本当にアクリル悲しいぐらい。こういう感じ。ほい。これも、まあなんとか全部にマロンクリーム乗せれましたかね。よいしょ、ちょっと待って。本当にアクリル。よいしょ。あと、これの、お、ごめんね。こういう感じで。よし。そしたら、うい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 。これ、ツヤツヤしてるよね、やっぱり。そしたら、ちょっとずつ、ピスタチオナッツをつけてみたいと思います。じゃ、メロン、ん？夕張メロンの、皮だったこんなやつ、こんなやつでも取っとくと使えるよね。
話しますか。そうですね、ネギっぽく見えるので、ナルタ結構なんだろう、ナルタ結構刺さってもらいたい。ネギみたいに見える。ちょっと白いな、白っぽいとこもつけた方がいいってこと、白っぽいっていうか黄色、なんかピンセットにのりがついてるから、どうだろう。とブリオンとこういう感じのキラキラのやつと、ブリオンと持ってきちゃった。あんまりかけると上品じゃなくなるよね。あれ、ピンボケましたか。ここにバラつけて、チョコソースかけて、あんまりピンとこない、あんまりピンとこない。どうしましょう。それ困りましたね。やっぱりチョコソースはあった方が見栄えが良い感じですか。はい、全部チョコばっかり。私チョコレートあんま好きじゃない。まだあとはちょっと考えるべきかな。どうせ私のだし、生チョコ、こんな感じ、生チョコモンブラン、よく意味が分かりません。うん、なんかこうエアリー感がいいんじゃないの。で、生チョコモンブランにちょっとよいしょ、くっついてくださいよ。よし、なんかよくわかんないけど、これでよし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 、完成いたしました。モンブラン、こういう感じで全部一緒みたいな、一緒じゃないみたいな、これとこれとモンブラン完成いたしました。また乾いてから見せたいと思います。では今日はこの辺で、じゃあまたバイバイ、またねー、さよなら。